くりと、ちょっと長くなりますから本日は舞台、皆様を受け入れる舞台の代表として、また自衛官の先輩として第一空挺団長の山上がご挨拶を申し上げます。まずはじめに、東日本大震災で犠牲になられました多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復興を心から祈念申し上げます。このような国難ともいえる未曽有の大震災に直面した皆様方が、我々とともに我が国の平和と安全、そして国民の生命と財産を守るために自衛隊に入隊入校されることを決心していただき、誠にありがとうございます。また難関を突破して入隊入校されることを心からお喜び申し上げます。東日本大震災におきましては、平素の警戒監視任務を継続しつつ、また先ほどお話ありました海外における各種平和協力活動を継続しながら、約10万人の自衛隊員がそこにある命を救いたい、被災者のために全てを注ぎたい、そういった一心で寝食を忘れ活動に従事しました。私もその一人として、福島第一原発から30キロ圏内において放射線という目に見えない脅威と戦いながら、行方不明者の捜索活動等に従事をしました。我々の活動の原動力になったのは、平素から切磋琢磨し励まし合っている仲間との絆、そして高校の無礼なく任務に邁進できた家族との絆、そして手を取り合って被災者と共に救援活動に当たった被災地の方々との絆、さらには被災者を含めて多くの方々がいただいた激励励ましのメッセージでありました。本日は私が福島県における災害派遣活動の任務を解かれて習志野に帰った直後に、被災者の方からいただいた一通の手紙を紹介をします。私は原発から1キロ圏内にある大熊町夫沢に住んでおりました松本と申します。3月11日の津波で行方不明になっていた夫周平と孫英二4歳を探していただきましたこと、本当にありがたく心からお礼申し上げます。私と息子夫婦は、行けるものならば毎日でも探して歩きたい心境で、また歯がゆい思いで夜も眠れる日々を過ごし、1ヶ月2ヶ月どんどん日が経つにつれ、心の中ではもうダメなのか、いやまだまだ諦めるのは早いという気持ちが戦っておりました。そういう時に発見されたという朗報、夢のようでした。自衛隊の方が見つけてくれたとだけ知らされましたが、その後お葬式、ホテルから借り上げ住宅への引っ越し準備等に追われ、やっと借り上げ住宅に2人のお骨が安置をされ、ほっと安堵しました。大熊町役場から届けられた資料を見て驚きました。薬園台は義理妹夫婦のところへは何回も行っており、今回も1ヶ月ほどお世話になりました。散歩しながら塀越しに満開の桜を見させていただきました。絆とはこういうことでもあるのだと深い感銘を受けました。隊員の皆様には、国の命令とはいえ誰もが行きたくない恐ろしいところへ派遣され、抗戦量の中
必死の捜索、また瓦礫の処理、家屋の清掃、片付けなど懸命な作業をしていただきましたこと、家族一同心から感謝申し上げます。家の写真もありがとうございました。私たち家族も皆様にお答えすべく、少しずつ少しずつ普通の生活に戻れるよう努力してまいります。もう大熊町には帰れないと覚悟はしておりますが、少しなりとも希望を持ち生きていきたい、そう思っております。どうかご協力してくださいました隊員の皆様にもよろしくお伝えくださいませ。体調を崩された方もおられたかと思いますが、これからの皆様のご活躍を心からお祈り申し上げます。この手紙には我々に対する思いやりや感謝の気持ちが満ち溢れております。福島県における災害派遣を終えて帰り、日が経つにつれて被災地、被災者のためにもっとできたんではないかと悩んでおりました。そんな時にこの手紙をいただいて、自衛隊という道を選び本当に良かったな、自衛隊としてお役に立てて本当に良かったと心の底から思った次第であります。そして自衛隊が国民の最後の砦である、誇れる職業であるということを再認識した次第であります。皆さんはこのような自衛隊に入隊入校し、さらに国民の期待に添えるよう私たちと共に新たな歴史を築くことになります。そして無限の可能性を秘めた皆様の活躍が大いに期待されるところであります。他方、一人前の自衛官になるには今までに経験したことのない多くの試練があることと思います。福井県にある永平寺の開祖である道元禅師が、人は錬磨により仁になると言っております。これは玉は磨いて初めて価値が出る、人も磨き錬磨して初めて真の人になる。それならば磨き、そして努力する、それが重要である。決して自分に能力がない、素養がないと諦めるのなく努力することが大切であるという教えであります。これから多くの困難に直面したときに、ぜひ人は錬磨により仁となる、このことを胸に刻み日々努力していただきたいと思います。また道元禅師はこのように言っております。自分を磨いてくれる師匠、そして切磋琢磨できる友、これを見つけることも重要であると言っております。我々の自衛隊にはそのような素晴らしい先輩、そして切磋琢磨できる仲間がたくさんおります。そして皆さんは必ずそのような人に出会えると私は確信をしております。人生の節目を迎えた今、大きな期待と不安の入り混じった複雑な心境であるかと思いますけれども、国民の最後の砦で誇れる自衛隊、夢と希望を持ち元気に入隊入校されることをお待ちしております。またご父兄の方々には、これまで一緒に過ごしたご指定を手元から離されることに大変不安を感じていらっしゃることと存じます。我々ご指定をしっかりと育てていく所存でおります。どうかご安心をして我々にご指定を預けていただきたいというふうに思っている次第でございます。終わりに、この度入隊入校されます皆様のますますのご健勝と、そして自衛隊におけるご活躍を祈念申し上げ、私の挨拶に返させていただきます。